このボリュームやばいやばい、すごい。この絵マジ腹減るわ。これやばいね。やばい。じゃあちょっと天地返ししていいっすか。これエクできる天地返し。声小っさ、声ちっちゃいじゃん。声小っさ。今日はですね、はい、ボディーブローさんにね許可をいただきまして。ボディーブローめちゃくちゃ来てるから、ね、めちゃくちゃ週一マジで週一で来てるからね、うんうん、今日はこちらでねちょっとオールゲー対決やっていきたいなと、思っております。めちゃめちゃうまいよ、ね、今日正義がいないんですけど、はい、正義はね体調を崩して熱を出しました。はい、言った通りでしょ。はい、言った通りでしょ。いやお前マジで、うん、なんかどうやってイミコアって、そうそうそう、イミコアの前撮りでね、前撮りでも言ったじゃん。あいつはそのどんどん声やばいんだよね。そうそう、前兆です。 MVI を決めていくそうですね。なるほど。なんか俺ちょっと今日声変じゃね。そう、ちょっと鼻声っぽい、ね、なんか確かに、うん、これあの正義さんの風邪ひく前兆なんですよ。マジ。そうだよ、うわやばい。風邪ひいたらもうパパや。いや、だいたいもうあのね9割ぐらいもそう。あ、マジ？電話してたの、うん、めちゃめちゃ熱引いて声ガラガラなんだけど、うん、すっげえ爆笑してる。おもろい通り越して怖いみたいな。早く直してほしいですね。そうですね。はい、そうですね。お待たせしました。うわー、もう来ましたね。スタートでいきたいな。油少女に2回はい、はい、はい、こちらがですね。うわー、もうこれが最高なんですよ。これです。1キロのラーメンをどっちが早く食えるか、これを聞きたいです。今日早食いプラス大食い。あ、まあでも早食い無理だぞ。いや早食い無理だよ、普通に大食いないけど、じゃあもう早速勝負しますか。はい、レッツスタート。スターティング。じゃあちょっと天地返ししていいっすか。これ、これエク、これできんの天地返し。いや無理だこれ。これ無理よな。マジで見てこれ、これすごい。これもうさ、奥行きえぐない、うん、やばいやばい、超あるよこのボリュームやばいやばい、すごい。この絵マジ腹減るわ。これやばいね。やばい。佐々木さん、ちょ、チャーシューっていいですか。チャーシュー、チャーシューから行ってるやつよ。うわ、お前チャーシューから行ったか。うん、まっ、幸せそう。食うためやのに、腹めっちゃ膨らせた。うまさがいつも80倍。80倍、うん、普段食うやつはこれの80分の1ってことだ。うん、それでもうまいから十分。それさ、ずるいよねそれ、その方式。嫌なやつ。いやでもお前チャーシューから言ったの正解かもしれない。あのね、俺ね、ジローが大好きな先輩がいるんですよ。その人に大食いのコツ聞いたら、チャーシューから食った方がいいって言って、なんでかって言ったら、チャーシューめっちゃ脂っこいじゃん。そうだね。だから後半取っとくとめっちゃしんどいんだよ。はいはい。じゃあ麺いきます。はい、はい。うめえ。化け物だよな。うん、マジで週一で食ってるから、これ食ってることに違和感がゼロすぎる。全然マジで。ホントに週一だもんね。だから今バトル感ないんだよ。普通になんか楽しく飯食いに来た感じ。今のところ、いろんなバリエーション食ってきたけど、この極太見てください。はい、これがやっぱ一番うまい。一番うまい。あ、そうだね。これがもうコシもめっちゃ感じて、でこのワシワシの麺にねスープが絡んでて、うん、もう最強にうまいんですよこれは。俺はねこの小豚丼食うんですけど、これがまたうまいんだ。うん、これやばい、これ本当にやばいの。これね、下にねおかかとか隠れてて、うん、これマジでうまい。ガッツ来たくてもさ、こぼれるのちょっと心配でガッツけないからな。そうだね、こんぐらい入れとくわ。え、こんなに分けてもまた。これやばくない？やばいね。いや今日の戦いはちょっと激しそうだけど、これ多分長い戦いなんだな。お前マジでフードファイターだな、見た目。この汗のかけっぷりといいさ、この入れ立ちといいさ。うーす、うーす、うーす、うーす。え、大食い1回目の時から飲んでんだよ、成長してねえ。してねえな。自分もしてなかったわ。たまに大食いの昔のやつ出ちゃうけど、うん、マジで買ってねえぞ。やってること言うこと。俺ジロー結構好きでさ、うん、大学の頃からちょいちょい行くの。やっぱね、
うまいとことうまくないとこってどうしてもあるわけ。そうだね。いや、ある。めっちゃ多いじゃん、ジローって。ここ本当に美味しい。うん、マジうまい。ちょっと俺待ってたよ。マジで？ラーメンで待つことできんの？伸びるけど。あ、まあ、そっか。こんなな、ずっといだけのデブ野郎に負けてたまってよ。皆さんこいつね、最近ね、最近俺食えなくなってきたんだよね。ふざけ始めてる。いや、あれね。あ、じゃあ作戦通りだわ。ん？あ、俺のあの、な、あのメンタル作戦にな。引っかかってる。噛んだ時点でお前の負けだ。大阪一口目。まだ涼しい顔してんね、タオ全然余裕そうな顔してましたよ、今。見ました。腹立つね、今の。野菜一口目。ニンニク一口目。もういいっと食えてね、いいから。お前、マジで食うの遅い。黙れ。じゃあ、お前が早すぎるだけなの。早すぎる。普通に、純粋に。あの、お腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱいじゃねえかよ、お前。そうなんだけどさ、大食いで口喧嘩バトルじゃねえからなんかお前のハッチがいてるけどお前どっちが強いの俺言いましょう、速さは声の大きさで俺の方が強い。いや、速さだけだったら完全に俺だ。俺で、でも声の大きさで俺の方が今速さに負けてるからお前はボリュームで勝負したんだよ。そう、だから勝ったじゃん。同い年、同い年、間違えた、同い年も同い年は合ってる、それは合ってるそれは合ってるマジもうお前お前やめたらいいよ、いろいろんなこと諦めた方がいいよ。いろいろやめたらはやばい。タモさん、絶対ろくでもない提案きますよ、このタモさん。何？ジャンスカードよろしくください。やっぱり、やっぱりそれが。いや、俺残りこれだけなんだけど、もうほんいいなとも言いたいんだけどもうそれもうほぼ出てるから。あ、じゃあちょっとやりますか。やりましょうか。はい、今回はじゃんけんで決めようと思う。あ、じゃんけんね。はい、ドビーうさで、たつきとじゃんけんして、もし勝ったらたつきに20秒取る。バイコだった場合10秒。はい、負けたら背脂。うん、どうすか。背脂を入れるってこと。そう、背脂を入れる。一発勝負、一発勝負、一発勝負。はい、いくぜ。2発じゃダメ。ダメ、一発、絶対一発。1.4 刻まなくていい。ちょっと行こう。ちょっとお前やれよ、それ。お前それやるでしょ、あれね。せよから全然乗せない。なんでだよ、お前。はい、最初はグッチョキ。いっちゃいましょう。はい、はい、測ったら20秒。俺じゃあ自分でやろう。はい、よー、自分でやるんかい。よーよー、1、いけ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 、3、いけいけいけ、4、いいぞ、5、さあもっといこうもっといこう、1、もっといこうもっといこう、8、入れて入れて入れて、10、ちょっとゆっくりかな。はい、ストップ。その面です、その面です、その面です、その面はスティあれです、ね、はい結構なくしたよ。あ、でも確かに確かに。いや、やばい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 腰がやばいでしょ。食べ応えエグいわ。でしょ。入んねえよ。そうだから、こいつの速さが異次元なのよ。世代機は罰ゲーム分があるんで、スプーン1個いただくんですか。ちょっと待って、そのうっちょっと待って、こっちもね、いっぱいですもんね。そりゃそうですよ。いや、もう結構もうラストスパートじゃない？だよね。うん、いっちゃうよ、たぶんいっちゃうよ。 だが、お前が食えなくなる唯一の欠点を教えてやろう。何？やめろやめろ、マドイシンチャーシュー。やめろ俺はそれをひたすら隠していたんだ。マドイシンチャーシューだこれはやばいな。これ分厚さえぐいかもな、みんな。マジで見てくれ、この分厚さ。待って、アプロやべえうめえけど終わった終わった。うわ、これ進まなくなる、こっからマジで。最後に残すもんじゃないからな、チャーシューは。なんかこいつ大食い写真者すぎじゃん。クソ、お前マジで俺の相手になられた。ラボさん、俺はそれだけだわ。え、まあ、今日マジで終わるじゃん。
まあまあまあ、まだ交渉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 なんてそんな堅苦しい話じゃないんだけど、あどうした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 最近お前頑張ってるなあまあでもそれ、まあ、それは自分でも思ってるんだよね、このままね突き切っていった方がいいお前は、そうだね、ありがとう、そうだな、人のせいにするの時はやめような、うん、人のせいにするんだよな、自分に与えられたものは自分で処理しような、ああ何でも仕事で実績だからな、うん、実績が大事だからな、そうだよ、財布落ちてないよおい、ジャンシュー帰ってたお前奪いました、え絶対タイミングそこじゃないターボーの上り結構あるね、これ普通のところ行ったら1人前以上あります、そしてこっちまだ残ってます、今回の勝者は圧倒的大輝、あのね、ごめんだけどお前と正義が一緒にかかってきたと俺勝てる、うわもうそんな差はついてんのお前らの間に、まあだからこれからもね、まあ良きライバルとして、うん、もうライバルすぎませんお前のこと、それが形だったらお前が害みたいな、1個目のあのジム戦の1人目に当たるあの普通の一般のトレーナー、うん、パンパン小僧だったんじゃないかよお前パンパン小僧や、大輝くんすごいなと思ったらチャンネル登録登録か通称の声よろしくお願いいたします、お願いします、次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、タオルは全部食えないんでね、まあタツキさんが食べてみます、うまっ、タツキの方が早いよ、食うなんか本当にもう全部食ってくれてる、うん、ごちそうさま、はい、ということでタツキさん完食でターボですね、はい、ごっちゃんありがとうね、全部食いましたと、ありがとう